皆さんこんこにちは今回の動画もエピクロス学派についてお話ししていこうかなと。で、なおかつその倫理学ですね。お話ししていこうかなと思います。で、えー、まあ、この動画でね、エピクロス学派は最終回になる、なります。はい。ですね。で、まあ、その最終回が倫理学ということで、でまあで、デリ倫理学っていうのが、やはりそのエピクロス学派がね、最も重要視したものとなるでしょうね。 うん、彼らのの体系内でやはり最もも重要視したもので、えー、哲学3分類の中で、えー、論理学、自然学、倫理学とありましたけれども、やっぱりその前,前の、ね、2つ、つまり論理学と自然学というものは、ある意味でやっぱこの倫理学のために構築されたものだというようなこと、やっぱりそれぐらい倫理学というのが最重要視されているというようなことなんですよね。うんえー、ですので、まあ、そういったものを今日、今回のこの動画では、ねえー、紹介していこうかなと思っております。 で、でまあ、その倫理学の、ね、根本には何があったのか、その主張は何だったのかといいますと、うん、快楽主義。これなんですよね、快楽主義。はい。ヘドニズムですけれども、快楽主義ってこと。まあ、快楽主義ってじゃあどういう立場なのっていうと、善っていうのは快楽なんだと。それがまあエピロスが説く快楽主義なんですよね。善、良さ。 また幸福と言い換えても、ここではいいとは思いますが、その良さっていうのは快楽である。このようなことです。うんうん。ね。で、じゃあまあ、その、どうしてじゃあその良さっていうのがさ、えーあ、間違えた、その快楽っていうのが良さってもの、そのように言えるのってねもしかしたら快楽じゃないところに良さがあるかもしれないじゃないって。例えば別にそう言って言って、 っているのは別にそのだろう特別的なことじゃない。つまり、快楽っていうところではないところに良さがあるって言ってるのは別に特別的なことじゃなくて、この前にあったシリーズで、素想学派なんてものをね紹介させていただきましたけれども、彼らは別に快楽にね良さってものを認めてないよね。だから別に快楽に良さを認めないって立場が普通じゃないわけじゃないです。ただ、エピクロスは快楽というものに良さを認めているってことですよね。 うん、で、なおかつ、ここがね、やっぱりはっきりしませんが、えー、快楽がどうしていいの根拠、理由になってるのっていうと、やっぱそこを示ししてるわけです。基本的にはね、うん。いや、快楽ってものがあるって、その好ましさってものがあるから、その良さってものがある。うん、好ましいからいいんだって、<laughs> そう、このように言っていくわけ。で、まあ、ヒルシュベルガーっつってね、えー、この、 哲学史で一貫してね参照させてもらってますけれどもやっぱ彼曰くやっぱりその主観的なね解主観的な快楽ってものがその善のね根本にある善の原理になっているというようなことをもう彼はね彼もね言ってはいるんですよねだからやっぱりその快楽ってものが主観的に良さ主観的な好ましさってものと合致してそこにやっぱ良さがあるんだというような形でそこを理由づけしているとかっていうのはなかなかないのかなと 個人的には思っております、はいまあ、そういった立場で、やっぱりその主観的な良さってものが、あ主観的な快楽ってものが良さになっていく、そうやって見込んでいくというような立場です。彼らが言う快楽主義っていうのは、ねはい。で、じゃあもう一歩踏み込んで、まあ、快楽主義という名前の中に含まれている快楽。まあ、これもやっぱり多様なわけですよ。ある意味でね、人間によっては、あ人間じゃない、まあ、その立場とか、いろんな立場によっては、やっぱり、えー そこの意味がね変わってくるわけですけれども、えー、ピクス科学科において快楽っていうのはどういった意味を持っていたのかというようなことですけれども、まずはやはりその身体的な健康、そして精神的な平成、落ち着きですね、平成っていうのはね、精神的落ち着き、これはアタラクシアとかって呼びますけれども、うん、そこに重点を置く。でなおかつ、えー、身体的な健康ももちろん重要視しているわけですね、ここでね。うん もちろん、価値論的に言えば、どっちが重要かって言えば、その後者、つまり精神的な落ち着き、アダラクシアの方がやはり重要視してるんですけれども、ただ、身体的な健康を良さにカウントはしてるわけです。この点で、さっきも参照しました、さっきも少し対比にね、しましたけれども、その、素化学派とはやっぱり違ってくるわけですよね。うん。素化学派は別にその身体的健康とかっていうのを良さ、 に認めてないでなおかつ悪さにも認めてなくて、その善悪無期というような形で、ね、基本的には捉えていた。もちろん文脈だったり場合によっては、その身体的な健康だったりというものもね善の方に傾いたりすることはあるわけです。悪というものにも傾いたりするわけで傾くということもあり得ますけどね。彼らの体系内なとね。うん、ただ、やっぱりエピクロスはそうではないと。身体的な健康も含めて。 ただ重要視しているのは精神的な落ち着きなわけですけども、そういったものを含めて、えー、快楽とものとして、でなおかつ、その快楽というのは、その善、良さの根拠なわけですから、それを良いものとして認めていったということです。うん、で、ただあの、ここでいう快楽というものを理解する上で大事なのは、その、持続性ですね。うん。つまり、瞬間的な快楽、または短期間、 ね、短子眼的な快楽ってものは、えー、ピロス学科はある意味で求めてなくて最重視しているのはやはりその長期的に続くような快楽、快の持続性これが長ければ長いほどやはりその快楽には価値があるんだというようなことを言っていくわけですね。うん、でこの点でやっぱりその友情ってものを、ね、彼らはすごく重要視したんですけれどもその友情ってものを重要視。友情ってものはやはり、えー、ここで友情ってのはもちろんその 上面だけのね、<laughs> ね、あの、なんか、よっ友と,とかって言いますけれども、ね、すれ違った、おい、っていうだけの友とかじゃなくて、うん、すごくやっぱりその、持続性を伴った、ね、あの、ずっと昔からあ付き合いがあるような、関係があるような友達、ね、俗に言う、まあ、親友とかって呼ぶんですかね、そういうのはね、親友の定義は少し、あの、私はあまりわかんないですけれども、ただまあ、その、持続性のある、長期間的に、 付き合っている。で、なおかつそれがやはり途絶えないであろうと思われるような、そういった友情に価値を見出している。なぜならそこにやっぱり持続性。ね。あの、友情ってものが与えてくれる持続性があるから。予算の持続性があるから、うん。そういったところで、友情論ってものをエピクロスはね、えー、重要視していたというようなことなんですね。はい。おっと、次に行きましょう。 はいでえっと、また快楽の話続きますけれども、彼は、ね、その自然的な快楽と不自然的な快楽という区別項も実は設けているわけですね、うんで。自然、このところで言う自然というのを、例えば必要と言い換えてもいいし、不自然というのを不必要と言い換えても、えー、よろしいと思います、はいで。じゃあどういうことっていうと、うん、ここで言いたいことはね、要はあ足りることを知りなさいと。こういうことです。うん、行き過ぎちゃダメってうん。 例えば、食べ物とかで言えば、食欲とかで言えばさ、そうですね、変な話、食べ放題とか言ってさ、食べ放題分の料金を払うわけですけれども、それに参加するためにはね、のその時に、いや、元取るぞつって言って、元取るぞっつって、食べ放題で元取るぞつって言って、要は、もうお腹いっぱいなのにそれでも食うみたいな、そういう行為するわけですけど、まあそうじゃなくてさ、そうじゃなくて、要は、もうこれだけで足りるよね。うん 1一個の例ですけどね、これだけで足りるよねっていうことを知って、それ以上は進まない。こういう態度がやはり必要なんだと。やっぱり過剰要求っていうのはね、または過小要求っていうのは、そこに心の乱れってものをね含みうるので、含みうるので、やはりその足りることを知れば、我々のね、アトラクションへの境地を開拓してくれるんじゃないかというようなことなんでしょうね。 うん、だからまあここでなんか引用しましたけれどもそのパンと水さえあればゼウスと幸福を競ってみせる。えー、ゼウスはねギリシャ神話内で最もね、えー、力を持った神だと思われますが、えー、まあそうやってね何でもできるってことですねつまり何でもできるっていうような形で使ってるんでしょうねこのゼウス。何でも持ってるし何でもできるっていうようなところで言ってただそうやって何でも可能な人と比べて、えー、もうパンと水これ最小限のこの必要なものさえあれば俺は そういった何でもできる人と幸福の度合いで競ってみせるぞと本当にだから足りることってのを知るのが大事なんだというようなことなんですよね彼がやっぱり言いたいのはねうんでそれではじゃあまあそのここで最後になりますけれどもうんその足りることを知るためにはねどのようなものが必要なのかっていうとえここで書きましたが資料理性得っていうようなものがやっぱり必要不可欠なんだと言ってますがまあこの資料とか理性とか得っていうものもねやっぱりいろんな立場 学科。これによって、どんどん変わってくる。その意味が変わってくるものですが、エピクロスが言ってるこれってうのはね、正直、規定しづらいですよね。私も規定をね、すんなりと規定を見つけられたわけじゃなくて、ね、私も今までチューブラリーな感じです。彼が言ってるこの3つの概念はね、何を言ってるのその意味は何なの本質は何なのってことはね、正直、分かりきってないです。うん、ただ、やっぱりここで言いたいのは、うん、まあ、すごく雑なまとめになってしまうと思いますけれども、 彼はやっぱり最重要視しているのは、うん、その快楽であって、ねで、その快楽を生み出すものだったり、快楽に、えっと、貢献するもの、これっていうのがやはり、えー、大事なんだと、何やと思われ大事なんだと。で、その反対っていうのは何やと思われ遠ざけていくもの、退けていくものなんだと、そういうべきものなんだというようなこと、これが根本姿勢にあって、根本思想にあって、うん、そこに通じるように彼は、えー、何か体系づけているというか、 まあ理論づけてる。またはまあ理屈をこね,こねくり回してるって感じですかね。うん。そういう感じで、えー、彼の倫理思想っていうのが、やはり、えー、組み立てられたということなんですね。はい。で、まあまだ、あ、ね、そういった形で、えー、ピクロスの倫理思想はこれで終わりにします。で、最後なので、えー、この中途ね。ここは、あの、必要な人はね、止めてみてください。動画止めてみてください。はい、中途、えー、散歩文献になります。はい。えっ、ー、と、それではね。 一連のエピクロス学科、ありがとうございました。うん。あの、まあ、素話学科とね、同時代的に来たので、そことの対比とかをね、読み込みながら、えー、エピクロスの思想をね、うん。学んでくれるとね、面白いと思います。うん。まあ、そんな形で、今回はね、この動画は終わっていきたいと思います。次回から、会議派、会議論、会議派ですかね、会議派についての動画になると思います。ね。で、あの、哲学とかね、倫理学、思想、 こういったものに興味がある方、または、えー、アートだったり、まあ、シンプルに読書だったり、そういったものに興味がある方はね、この動画で、このチャンネルでね、そういった動画、そういったものに関する動画を作っていっているので、まあ、できればね、または、まあ、あのー、やりたいなと思えば、チャンネル登録をしてくれたら嬉しいと思います。はい。じゃあ、それでは今回の動画はこれで終わります。視聴ありがとうございました。